お疲れ様です。即果塾の久保です。メッセージの方いつもありがとうございます。こうやってね、細かくやり手をしてると、手に取るようにね、その感情がわかると。まあ手に取るようにと言ったら言い過ぎですけどもね。まあでも、おぼろげながら、あ、なるほど、こういう風な考え方で進んでるんだなぁと思うと、私の方もね、放送にやっぱりこう力が入るなってところでございます。で、えー、やっぱりね、大事なのはね、感情的にならないことなんですけども、 その前提として、自分のルールを作っているかどうかってことがすごく大事なんですよね。で、この自分のルールってのは、例えば私だったらね、6時台には必ず相場解説をするようにしてるんですよ。これはどんな日でも変わらないことです。6時台ですね、うん。もちろんね、これ最近は月曜日にやってないんですよ。まあ、というのが、月曜日ってのは6時台にまだね、相場が動いてないんですよね。で、しかも日曜日に1週間の相場解説の中で、月曜日のこともお話してるんですよね。まあ、だから、月曜日に関しましては、 6時の相場解説はしてませんけどもただやっぱり他の曜日火曜日から金曜日になりますと6時6時台ですよね正確に6時台には必ずねその日1日のことと前の日にどういうふうに動いたのかってことを自分で整理するために動画で撮影することにしてるかなってとこですこれが私のねまあ,あのトレードの時のこのずっと7年間守っているルールですね6時台には必ず見ているってことです、まあ、それからですねあの3回 うまくいったら気持ちを冷静にするためにポジションを次は持たないってこともやりますね逆に3回ロス切り損切りをしたら4回目はやっぱりねポジションを持たないようにしてますっていうのが勝ちすぎても負けすぎてもどんどん感情的になるんですよですんで感情的になっちゃいけないなと思ってもいまだに私もね感情と上手に付き合っていくまあ言ってみれば感情に振り回されそうな時があるんでそういう時はポジションを抜くことによってねちょっとこう 自分の頭を冷やしててるかなってところですあとは月曜日と金曜日は火水木に比べるとトライすることはちょっと少ないかなとその中でも月曜日よりも金曜日の方が積極的に出ることが多いかなと思いますで金曜日にね相場解説見ていただくともう一勝負しようとかねもう一花咲かせましょうみたいな表現すると思うんですよ まさにこういう時って、今週も勝てたけども、その勝ちの一部を減らしてもいいから、もう一回ちょっとね、勉強のためにトライすることをやってみようかなってとことなんですよ。特に金曜日のトレードってのは、月曜日のむちゃくちゃ参考になるんで、金曜日になるべくね、印象に残るような作業をしておきたいわけですよ。勝つにしても、負けるにしても。で、そこで金曜日で材料とかに巻き込まれると、月曜日はかなり冷静に見ていけるっていうね、利点があります。場合によっては月曜日に、 ポジションを取らないいまままずっっと見るだけっていう時もありますただ私の場合は月曜日もね積極的にポジションを取っていきますけどね。で、今回、えー、3月20日に月曜日にポジションを取りました。こういうふうにいったところのネックラインを引いてここを割ったら下ってところですよね。まあ,あの、かなりの50ピップソードの利益は取ったんですけどもその後まだまだ伸びていてですね、もっと貪欲になればよかったなと。 16時代に決済するよりも、あと2、3時間見とけばよかったなと思いますけども、まあこれはでもばね、私の力量としては、あそこでいつも決済してしまうっていうのが私のまあ力量なんですよ。価値を確保しておきたいなという気持ちが優先するんですよね。まあですんで、あそこではね、やっぱこう、理覚ポイントをきちんと持つこと、これも私のルールですね。伸びそうだから理覚ポイントをずらしちゃえっていうふうにやると、マイルールを破ることになるんで、これは検証がものすごくしにくくなるんですよ。まあですんでね、 リスクリワードはいつも私は3対1でありません。1対1の時もありますし、逆に言うとね、3対1じゃなくて1対3の時もあるわけですよ。うん、あの、まあ、ヒゲが出るか出ないかとかね、そういったことも込みで、まあ、あの、リスクリワードを調整するわけですけども、概ねでもリスクリワードはね、あの、一番対応するのは2.1ぐらいですかね。2.1で対応して、あとはやっぱりね、ちょっとなかなか相場解説の動画では言いにくいんですけども、あの、 1>, 1対2とかっていうよりも1対2.2っていうね2から3の間いきなり1ロット開くんじゃなくて2.1とか2.2とかで刻むこともあるんですよでもそれするともう混乱すると思いますんで表現する時はやっぱり1対2とか1対3っていう時かなと思いますただやっぱりリスクリワードはねあんまり表現しないようにしますねまやっぱりリスクリワードを私がこういうふうに設定しますよっていうとそれをまだね技術もない方がまねる場合があるんですよ だから通常は1対1でいいんじゃないかなと思います。レバレッジも1、リスクレアドも1対1。まあこれで、まずはやっていただいて、順調に成績が出るようになったらね、この数字もずらしていくってことにすればいいんではなかろうかと思いますね。はい、いろいろとお話ししましたけども、今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。